デニソワ人、X ウーマンが発見された、デニソワ洞窟。デニソワ人は、ロシアアルタイ地方のデニソワ洞窟に、約4万1000年前に住んでいたとされる、人族の個体及び、同種の人類である。デニソワ洞窟は、アルタイ地方の中心都市バルナウルから約150キロメートル南方に、位置する。2020年現在、正式な学名は存在しないものの、 ホモサピエンスの足とされることが多く、暫定的に、ホモサピエンスデニソワや、ホモサピエンスアルタイとも呼ばれる。ネアンデルタール人と並んで、我々原生人類である、ホモサピエンスサピエンスとは、遺伝的に非常に近い化石人類である。また、原生人類の一部と遺伝子情報を部分的に共有する可能性が高いとされている。2008年に、 ロシアの西シベリアのアルタイ山脈にあるデニソワ洞窟で子供の骨の断片が発見され放射性炭素年代測定により約4万1000年前のものと推定された。また同じ場所で大人の巨大な薄刃も発見されている。2010年3月25日付のイギリスの科学雑誌ネーチャーにおいてマックス・プランク進化人類学研究所の研究チームは 発見された骨のミトコンドリア DNA の解析結果からデニソワ人は100万年ほど前に原生人類から分岐した未知の神経等の人類だったと発表した DNA のみに基づいて新種の人類が発見されたのは科学の歴史上初めてのことである2019年4月11日付で学術誌セルに発表された論文によるとデニソワ人には 独立した三つのグループが存在し、このグループのうちの一つは、ネアンデルタール人とデニソワ人の違いくらい、他の二グループのデニソワ人と異なっていることが示唆されている。2010年12月23日、マックス・プランク進化人類学研究所などの国際研究チームにより、ネイチャーに論文が掲載された。見つかった骨の一部はから歳の少女の小指の骨であり、 細胞核の DNA の解析の結果、デニソワ人はネアンデルタール人と近縁なグループで80万4000年前に原生人類であるホモサピエンスとの共通祖先からネアンデルタール人、デニソワ人の祖先が分岐し、64万年前にネアンデルタール人から分岐した人類であることが推定された。デニソワ洞窟はネアンデルタール人化石発見地のうち最も近い。 イラク北部シャニダール遺跡から約4 0 0 0トルの距離を隔てている。メラネシア人のゲノムの4-6%のがデニソワ人固有のものと一致することから、現在のメラネシア人にデニソワ人の遺伝情報の一部が伝えられている可能性が高いことが判明した。この他、中国南部の住人の遺伝子構造の約1%がデニソワ人由来という研究発表も、 スウェーデンのウプサラ大学の研究チームより出されている。ネアンデルタール人と分岐した年数も35万年ほど前との説も浮上している。ジョージ・ワシントン大学の個人類学者のブライアン・リッチ・モンドはデニソワ洞窟で見つかった巨大球史からデニソワ人は体格はネアンデルタール人と同じかそれよりも大きいと見ている。ネアンデルタール人やデニソワ人は その後絶滅してしまったが、アフリカ土着のネグロイドを除く、現在の原生人類遺伝子のうち数は、ネアンデルタール人由来である。中東での原生人類祖先とネアンデルタール人との交雑を示す研究成果は2010年5月に発表されているが、2010年12月にアジア内陸部におけるデニソワ人とも、 原生人類祖先は交雑したとする研究結果が出たことから、この結果が正しければ、過去には一種の人類祖先同士の交雑、共存は通常のことだった可能性が出てきた。なお、アジア内陸部でデニソワ人と交雑した原生人類祖先は、その後、長い期間をかけてメラネシアなどに南下していったと考えられる。また、中国方面に移住したグループは、 韓民族となり、高地に移住したグループは、チベット人となったともされる。発見された化石が少ないことから、現世人類との関連などは、今後の研究により変更される可能性もある。デニソワ人の体格などの外形、生活様式、人口などはこれからの研究が待たれる点である。ただ、巨大旧市からは、がっしりした顎を持っていたことが推定されている。 2018年8月22日、コイデン学者のビビアン・スローンは2012年に、ロシアで発見された10代の少女の化石が、母がネアンデルタール人、父がデニソワ人であったと科学し、ネイチャーで発表した。2019年9月、ヘブライ大学やスタンフォード大学で研究をしている、デビッド・ゴクマンにより、DNA のメチル化を調べて骨格に関する32、 の特徴を抽出し、デニソワ人の骨格を提案するという研究結果が発表された。この研究によると、デニソワ人の外見は、狭い額やがっしりした顎などを持ち、ネアンデルタール人によく似た特徴を持っていた可能性がある。一方、頭頂骨の幅が広いなど、ネアンデルタール人とも異なる特徴も見て取れるという、ありがとうございます。